ペパーマリオマリオマリオ。はい、というわけでバツガルフ様からこんにちは、どうもウルです。というわけでね、今回もペーパーマリオ RPG やっていくというわけで、前回はですね、まあペゲダをボコボコにしました。以上というわけで、早速今回メガバって、まあピーチ側の視点をやっていく、いきましょうかね。またしてもしくじおったら何たることだ。申し訳ありません、あと一歩のところまで追い詰めたつもりなんですが。ペケだよ、次の指示があるまで待機してるがよいわ。しかしそれが最後のチャンスだと思え。分かったな。巨人入りいたしました。では下がるがよい。この二人顔そっくりだな、改めて見ると。おいお前、どいつ、こいつ、ははぁ。ハゲ3人組にもう一度マリオの王を襲うより言っておけ。今度こそ失敗は許せんとな。いやもう影2人組になってましたけどね。ははぁ。バツ。我が手には1つ、マリオはすでに5つか。何か手を打たねばなるまいな。まあ最終的に、まあこのメガバッテのアジトにも行くとしても、次どこなんだろうね。で、いつものあれがダミ声やろうか。あれ、テックしてんだ。珍しい。あ、来るんかい、やっぱり。呼ばれたんだよ、やっぱり。また私が呼び出して。今度は一体、何かしら。あれ、テック珍しい。だんまりじゃん。どうしたの？今回は、少々危険なことをやっていただきます。まあ、いつも毎回危険だった気がするけどね。え？バツガルフ様の部屋に忍び込んで、データが記録されたディスクを探してきてほしいのです。エラー記録されたディスク、つまりホワイトスネークってこと？私はネットワークのデータを全て見ることができますが、ネットワークに繋がっていないコンピューターのデータを見ることはできません。バツガルフ様は私にも見ることができない情報をお持ちです。しかし私はその情報を知らなければならないのです。でも、どうやってまた変装すんの？今回は違います。そもそも部屋にはバツガルフ様以外のものは入ることができません。バツガルフ様がいない時も部屋の前には見張りがいて、誰もそこを通ることができません。でも方法はあります。ピーチ姫は私の指示通りに行動すれば大丈夫です。本当はあなたにこのような危険なことはさせたくない。しかし今お願いできるのはあなたしかいないのです。止まらないや、テック、何でも言ってちょうだい。ではまず部屋を出てエレベーターで上に向かってください。はい、わかりました。というわけで行きましょうか。何やらなんかテックがちょっと神妙そうな感じですね。何、バツガルフの情報って何なんだろうね。まあとりあえず上の階に向かえばいいとのことで、もう割と自由だなお前。もうそのまま脱出してほしいけどね。だって当然エレベーターの上に繋がって、まずはバツガルフ様の部屋とは反対の方向へ向かいます。エレベーターを出て左へ進み、緑色のランプがついてる部屋に入ってください。わかりました。というわけでじゃあ早速左側行ってみましょうか。まあピーチから見たら右なんだろうけどね。緑色のランプがついた部屋と言っていたら、赤色ランプ。ちょっと待って、これピーチから見て右だったか、いや左だったか。俺、あーよかったよかった、これか、この部屋か。じゃあお邪魔します。え、これ何をすればいいの？何これ、薬？ではここで透明になる薬を調合してもらいます。透明化の薬？すげえな。メガバってそんなもん作れんの？透明になる薬？透明になってバツガル様の部屋に入るのです。はあ。いいわ。どうすればいいのかしら。まずは机の上に乗っている薬をすべて奥にある調合マシーンにセットします。ただし、どれをどこにセットすれば良いのか私にもわかりません。この部屋に研究員が残したメモがあるはずです。それを手がかりに、マシーンに薬をセットしてください。ちょっと噛んだね、テック。わあ、これちょっと待って、これマリオストーリーでもあったな。あれ超潜在ケーキのやつでしょこれ。懐かしいな。赤色の薬は一番右には置かない。なんでそんなあれなの、適当なの。メモもうちょっと何とかしてよ。青色の薬は赤色の薬の隣に置く。一番右には置かないって書いてあったよな、赤色は。メモがちょっと水、なんでこんなバラバラに置かれてんので、これは黄色の薬は青色の薬と緑の薬の間に置く。なるほど。一番右には置かないんだろう。赤色と、赤色は一番右に置かないで、緑色と黄色の間になんか、
置くとか、緑の薬と赤色の鎖の間には2つの薬を置く。なるほど、つまり緑色は一番右ということが確定しましたね。これは緑の右に確定。はい、まあこれでも逆に間違ったパターンを見てみたくない？適当に置いてみていい？適当に置いてみるわ。ちょっと、でもなんかこのパターンでちょっと成功しそうだから、ちょっとあれだね、ちょっと青色を右に一番左にしましょうか。で、とりあえずこれ超合マシンセットしましたけど、それで良いですか？構いませんよ。わかりました。では部屋の左にある操作パネルのスイッチを押してください。これか。大丈夫なの？こんな音立ってて気づかれないので、これで調合し始めんの。薬を作るってやだな。で、これどうすればいいの？なんかこれ別にボタンあるけどね。ビーガーが止まった場所のボタンを押してセットされた薬を注いでください。あ、なるほど、止まってくれんの。これでいいってこと？じゃあ注ぎます。うわー、なんかやだな出し方。はい、じゃあこれまず、うわー、ピンク色の液体できた。次何？はい、次、はい、黄色。うわー、なんか、え、戻るの？戻るのかい？なんだそりゃ。いいのか？とりあえず闇雲に入れちゃったけど、絶対間違ってるだろうけどね。絶対間違った薬できてるよ、これ。とりあえず間違ったパターン、あー、間違い出しちゃったじゃん。止まれよ。なるほど、ランプがついてる場所ってわけじゃないな。んで、どこに止まんの？どこ？あー、そこかい。とりあえず入れて、で、最後に緑色をぶち込めば完璧と。なんか気持ち悪い色ができたら、で、これ何？ビーガーの薬を30秒間加熱します。じゃあちょっと1分間ぐらい骨で放置してみましょうか。加熱が開始されてからちょうど30秒後にスイッチを押して装置を止めてください。いきますか。だってもう大体1分ぐらい経ったんで止めましょうか。はい、オッケー。まああまり加熱すぎると多分1分ぐらいでなんかちょっと黒くなってんなちょっと黒くなってんな。ではまず薬を加熱していいもんなの？薬ってなんか加熱というより保存、なんか冷凍した方が良さそうじゃない？これ平気？それで完成のはずですが、うまくできましたか？多分。わかりました。ではそれを一気に飲んでください。え、これを大丈夫なの？飲んでください。鬼畜だな、意外とテック。じゃあ飲みますか。どう？うわぁ、でかくなった。え、何これ。生体もちょっとまかしがでかくなってんな。どうやら失敗したようですね。もう一度やり直してください。いやえ、でかいままなのこれでかいままなのこれ。そうなのこれ。ちょっと、分かった、じゃあやり直しましょうか。ちょっと一回、もう一回メモみたいにやり直すわ。おお、縮んだ。みんなメモ読んでた、縮んだわ。なるほど、一定期間あれなのね。ちょっとでかくなるんだ。へえ、面白いね。で、で、だからこれは要は一番右に置かないんでしょ。要はだったら青色と赤色は多分逆なんだよ。だから赤色ここで、青色これで成功なんじゃないかな。というわけで、じゃあ飲みましょう。完成したんで。ごくんちょ、どう？成功です。見事に透明になりましたね。ではドレスはちゃんと脱いでくださいね。え、ちょっと待って、お前なんてことさせんだよ女性に。いくら薬でもドレスまでは透明にできませんから。それかければよかったじゃん。え、そんな、もう分かったわよ。透明だからまずどこにいるか分からんけどな。バツガザル様の部屋に入ったらデータが記録されたディスクを探してきてください。そしてそのディスクをパソコンに入れてネットワークに接続するのです。それが終わったら、この部屋に戻ってきてください。元に戻れる薬の作り方をお教えします。なんだかややこしいのね。では、バツガール様の部屋に行ってください。というわけで、じゃあ行きますか。うわ、ピーチ、今裸なのかよ。あれ？誰もいないのに扉が開いたである。故障かな？故障であるか？いや、俺と同じこと言ってくれた。です。いや、ピーチ今裸なんでしょ？ちょっと大丈夫なの？ちょっと。そういうのよくない？センシティブよ、ほんとセンシティブ。で、とりあえずバズガルフ様の部屋に行けばいいんでしょ？ようどうもこんにちは。話しかけられてたしね。でも何かぶつかった感触あるんでしょ？やだな、なんか。なんかぶつかった感触あいつらあるんでしょ？なんかやだな。さて、とりあえずバズガルフ様の部屋のところはどこなんだ？部屋はまずどこにあんだ？あ、こいつ見張り。どうも見張りさんですか？あなた、ご苦労様です。じゃあ先に通らせていただきますね。え、なんで飛び出したの？って感じだったな、あいつ。うわ。僕はバズガルスの部屋ね。ディスがどっかしら。いや、後ろにワンワンのあの水槽にいるやついるじゃん。あいつ結局戦いはしないけど、あいつ勝ってんだ。で、今まで落下死の時に、水の中落下した時襲ってきたあいつだったんだね。へえ、で、バズガルス様のディスクね、どこにあんだ？俺はコンピューターね。そのディスクを探らせなくちゃ。これか、ディスク。なんかフロッピーディスクじゃないか、これ。あった、これね。フロッピーディスクだ。データディスクをゲットだ。バズガルスの部屋にあったディスク、どんなデータが入っているのかしら。いやー、この時代にフロッピーディスクって。コンピューターにディスクを入れてネットワークに繋ぐのね。じゃあやっていきますか。はい、データディスク。なんでこりゃやった、動いたわ。なんかすごい叩いな。なんだこれは、何の元ネタだこのゲーム。
マリオとルイージっぽいなカラーリングが動いてんな。でこれ何を見せられてんの俺は。閉じたね。終わったみたいね。じゃあちゃんと元に戻しておかないと。じゃあ戻しておきますか。よっこいしょ。ここでいいわ。じゃあ俺たちも帰りますか。じゃあ早速あれ戻りましょう戻りましょう。さてと戻ってまいりました。ありがとうピー姫、データを手に入れることができました。そうよかったわ。では元に戻る方法を教えます。緑色の薬を飲んでください。それで元に戻ることができます。あ、ちょっと待って。あ、そうだよ、服着ないと大変だもんな。裸の状態でやるわな。そしたら俺も動画化すんの困るからやめてほしいわ。早いな着替え。これでいいわ。緑色の薬ね。OK、飲んでいきましょうか緑色の薬。はい、ごくんちょ。おー、いともたやすく戻れるな。よった、戻らなかったらどうしようかと思ったわ。ではコンピュータールームに戻ってきてください。じゃあ帰ります。ただいまーっと。ところでテック、あのデータ何だったの？今はまだ解析中です。あのデータにはたくさんのプロテクトがかかっているのです。しかしもし私の予想が合っていれば。当たっていれば。いえ、ミスは許されません。完璧に分かってから教えます。さあ通信機を使ってください。いいわ、ちゃんと分かったら教えてもらうわ。いや、通信機を使わせてもらうわ。で、またマリオに何か送るわけね。大体は送ってもらえる。メッセージを送信しました。さあ今回これでおしまいです。どうぞお部屋に戻ってください。わかったわ、じゃあね、デック。ありがとう、ピーチ姫。どういたしまして。いい関係だね、この二人も。守ります。テック、何、なんか命なんか落としそうじゃない。テック大丈夫？命がけで守ろうとしない？大丈夫？ちょっと気になる。そしてカナン、このピーチ一色。さあピーチ一色になってきまして、で当分この後はまたクッパがな。薄暗村にクッパ来たのか。あ、ペケダもいいんじゃん。いやクッパ、いやペケダと何鉢合わせてんだ。なんでこいつら二人でやることしてんだ。さりげなく。まったく薄暗いところだな。薄山でございますからの、ここにも仏があるはずですじゃ。ここでやつをサクッと締め上げてスタートの何かを聞き出すのですじゃ。あ、では行くぞ。じゃあ周りから情報収集だ。ギャー、ガタ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 。ダメだ、界隈だな。ガタ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 。まだ無駄にされるの。いや豚ですまねえだろこいつは。スタート知りません。もう本当ですね。だから命だけは。いいだろう。いやー、いやそんな茶番はどうでもいいんだよね。でどうも、え、無口、夢だ、これは夢だ、ブツブツブツ、あー現実逃避しちゃってる。でお前はなんじゃ。ギャー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 の3コンボで、お前は何してんのペゲダーは。ゲー、確かマジョルのやつこの辺りでイチコロ爆弾をなくしたと言っていたはずだが、ただいまわしが置かれている状況は非常にまずいまずいまずい。これで一発逆転をしなければ。え、あ、見つけたいチコロ爆弾。てかこれビビア置いてったんだね。これだチコロ爆弾。これでマリオやっつけてスタートをいっぺんにいただくことができる。ゲー、わしもまだまだ月に見放されてはいないようだわい。こりゃそこの足やつ、スタートについて何がしておるのか。ゲー、なんだこの亀。さて、お前らもスタートを探しているんだな。これ逆転チャンスかな。よし、お前ら知ってること全部話してもらうんだな。なんで急にオタクっぽい喋り方。お前こそ、何か知ってるな。アライザーに話してもらおうか。グズグズすると、容赦せなぞ。いやいやいや、何のこれ知識。いや、ペケだ、やめとけって。クッパはマリオのライバルだぞ、クソ強えぞ。け、やれるもんね、やってみろい。全員、集合きな、うわ、まさかのクマはこの数はきついか。ゲー、どうだ、話す気になったかな。おお、クッパ真正面から迎え撃つ気。いやクッパ軍団もダメなんじゃないよ。こっちもすごーじゃー。いや、せーしかいねえクッパ軍団。やべえ、勝てる気しねえ。ぬぬ、やめとけてペギだ。圧倒的戦力差だって。この戦力差勝てねえって絶対。いや、さてどうしようかねー。
こういう時のためにこれがあるのだ。これを食らえばお前もイチコロだ。くれイチコロ爆弾。いやちょっと待て、イチコロ爆弾マリオ使う気じゃなかったの？ここで使っていいの？うわあ、朝壊れてたもんね。あ、何も起きないではないか。いや、子供、こうだぞ。いくっぱ、それで爆弾火はダメじゃない？あ、ちょ、薄暗村終わったな。薄暗村、勘。まあ、薄暗村、いい村だったよ。まあ、村長は、まあ、村長の家が爆破されたなら、まあ、いっか。さてと、あ、コルタス、船、すごい、乗組員の数。お前たち、さっきの戦い、見事だったぜ。気に入った！もし必要ならこれからもブラックスカルゴを使うがいい。優しいコルテス！海賊王優しすぎない？なんとありがたい。この船ならこの月タウンまであっという間だよ。こんな島におさらばして我が家帰ろうな、みんな。ああ、故郷に帰れる僕たちはこの時を待っていたんです。いて帰れんなら財宝なんていりません。さあ早く船を出しましょう。そういうことだ。さあ行こう、マリオくん。あの、マリオさん、誰？あ、お前か。私たち、この島に残ります。いろいろあったけど、この島気に入っちゃったの。それに、ここでピートンと生活しようと思ってるんです。マリオさん、ボスによろしくお伝えください。俺もこの島に残るぜ。お化けさえ出ないなら、ここは結構住み心地が良さそうだからな。彼ならきっと大丈夫よ。さあ行きましょう、マリオ。そうか、みんなともお別れか。いや、楽しかったね、トロピコのアイランド。よいよいな、いざ出航。コルテスが予想以上に優しすぎてびっくりしたよ。なんでほんと船沈めてたんだろうね。優しすぎるよ。あそこ破れたままなんだ。直さないでいいのかね、あれ。さて、では、いよいよ久しぶりにゴロツキタウンに帰りますか。いや、マジで久しぶりだな、ゴロツキタウン。バレルを強化してあげてえわ。星月丸、ハート、日。こうして我々の冒険は終わった。船はゴロツキタウンに向けて順調に進んでいる。もう間もなく港が見えてくるだろう。結局財宝は手に入らなかったが、私は結構満足している。なぜなら、財宝よりも大切な何かを手に入れられたような気がするからだ。さあ、ゴロツキタウンが見えてきた。航海日誌を閉じる時が来たようだ。みんなに栄光あれ。マルコ。最後の最後でなんかいい感じ締めてやがんな、あいつ。ズーズーシーンにも程があったから、マルコ。今となっちゃいい思い出よ。ついに私は帰ってきた。この古さとなるゴロツキタウンへ。しかしこうして無事に戻ってこられたのも私の活躍があったからこそであろうな。まあそれはみんなも分かっているはずだ。ではマルコさん、私たちはここで失礼します。ご縁があったらまたお会いしましょう。え、もうみんな行っちゃうの？結構冷たいのね。わ、すげえ、後ろですげえ大軍勢が移動してる。まあそれはともかく、マリオくん、君はまだ冒険を続けるそうだね。うむ、君ならばこの偉大なるマルコをいつか超えられる日が来るかもしれない。まあちょっと難しいかもしれないが頑張ってくれたまえ。まあ私としてはだな。おう、そういえばマリオよ。どうしてこれです？トロピコアイランドへ行きたいならいつでも俺に言ってくんな。そしたら超特急で島まで送ってやるから。優しいコルテス。なんでこんな優しいの？はいはい、君はもういいから。ごほん。さて、ギャラリーもいなくなったことだし、私もそろそろ失礼させてもらおう。間違ったら気軽に声をかけてくれても結構だからね。ではまた会おう。そう、マルコともこれでお別れか。じゃあマリオ、私たちも地下の扉へ向かいましょうよ。じゃあ行きますか。いや、クリスティンちょっとダメージ負ってんね。お、聞いた、まあ、ピーチーのメールが来たね。見てみましょう。はい、というわけで、マリオへ、良いお知らせです。私が捕らえている場所に、ティックというちょっとおかしなコンピューターがいるのですが、ティックと協力して、彼の重要なデータを入手することに成功しましたよ。イェイ！今そのデータをティックが解析しています。データの解析ができれば、彼の経過がもっと詳しくわかるはずです。何か分かったらまたメールします。ピーチより。ピーチ姫もなかなかやるわね。私たちも頑張れなくっちゃ。というわけで、じゃあ早速地下の扉行ってみましょうか。行きましょう行きましょう。じゃあ行ったら今回動画終わります。うおぉ、ネズミの勘ルイージのパンジーさんがいる。いやー気になるが、いや気になるよなー。そうだ、先に見たいよな、お前の話。この間ミュージカルタウンで行って奇跡のラッシュマンパイロットを手に入れたんだ。いやー、あれは芸術的なわけなんだよ。その時僕の話聞きたいから、ただちょっとばかり長い話になっちゃうけどね。じゃあどの話ですね。というわけで、じゃあミュージカルタウンの話を聞かせてくれよ。話すと長くなるんだけどね。ミュージカルタウンに到着した僕たちは街のきらびやかさに圧倒されてしまったんだ。でも賑やかなとこでみんないつも笑顔なんだ。写真版のパーツの情報を探していた時、パンジーさんの落眼に出会ったんだよ。落眼って言うと、その人。
楽団は演出家で一緒に舞台立つ劇団員を探していたんだ。僕ら羅針盤のパーツを探しているから断ったんだけど、楽団の話だと羅針盤のパーツは演技コンクールで優勝するともらえる。栄光のプレートがそれかもしれないって言うんだよ。仕方がないから僕らはみんなで練習をしてミュージカルの舞台に立ったんだ。演目は炎の紋章謎っていう劇なんだけど、これがひどいんだよ。僕の役は草だよ。道端に生えている草。床に寝そべって黙ってじっとしているだけ。みんなはセリフがあったのに、いくら僕が緑の服を着てるかってひどいや。結局舞台は結構好評で見事優勝したんだ。奇跡の羅針盤のパーツが手に入ったけど、ちっとも嬉しくなかったよ。みんな大変そうだし、これから先は一人で冒険を続けようとこっそり裏口から外に出たんだ。そしたら僕のファンがたくさん出待ちをしていて、もみくちゃにされちゃったんだ。草でも見ていてくれる人がたくさんいたんだよ。とっても気分が良かったな。良かったね、ルイージ。そうそう、羅針盤のパーツをはめると、奇跡の羅針盤は北の大地グーリムの森にある研究遺跡を指し示したんだ。そしてもちろん美しい声が。ああ、愛しのイクリア姫、なんで癒されるんだ。いい、僕は草でいい。僕は必ずあなたの元へたどり着きますよ。そしてこうして僕は再び船に乗って、なんだかコロコロ月タウンに帰ってきたというわけさ。これが今回の冒険なんだ。え、寝ちゃったわ。寝るなよ。僕の話が聞きたくなったらいつでも声をかけてね。というわけで、じゃあこのラクガンさんでしたっけ、どんな気分なの今回。ルイージ出任せ。私はラクガンです。ルイージ様、アクターの才能があります。冒険が終わったら私にまた一緒に舞台に立つで、ね、次の舞台名を決めたね。赤い封印の草木です。もちろんルイージさん草で、ね、すげえペガサスジェイクルフォードみたいな喋り方だったな。あいつ予想裏切ったタイプだったわ。んこのタイミングでメール、あ、GDM 第4号だ、みんな。GDM 第4号、ゴロスキダウントゥーレイ。本日昼下がり、花畑でくつろぐことで知られる花畑クリームオールのこと、パークリーさん40歳が、西エリアパークの花を食べていることを発見された。厳重注意をされたパークリーさんは、花が愛おしくて、気がついたら口の中に、本当に申し訳ないと、反省を伺わせてた。花が好きゆえに起きた不幸な事件に、ゴロツキダウンの市民から同情の声が大きく聞かされた。正直私は怖いと思うがね。行け、ショップ探偵だ。今回紹介するのは、薄倉村のショップ、薄倉です。夫婦で支え合う姿が印象的だが、奥さんが若いと旦那さんは気苦労が絶えないようだ。妻は誰にも渡さん。遊びと本気は違うの。二人の愛は本物である。そんなショップの主人からコメントをいただいたが、とてもここには書けないような内容なので割愛します。ご了承ください。しかし奥さんから GDM の読者にタイムサービスのお知らせ、今から15分だけショップポイントを2倍にサービスよ、来てねとのこと。ぜひみんなも行ってみてね。というわけで、お料理入門のコーナー、さあ今日からは超級編です。今日の献立はヘルシーサラダ、カメハメアッパとつくしんぼザクザク刻んで盛り付けと配慮極まりダイエットのすべですよ。というわけで、編集後期まだまだいくぜ。GDM 次回もお楽しみ。 GDM 発行編集ゴロスキタウン復興委員。というわけで、みんな、今回の動画ちょっと予想じゃ長くなっちゃったから、だから次回ちょっと街散策パートと封印のあれ預けに行こうかな。ちょっと予想じゃピーチパートが長かった気がする。というわけで、じゃあみんな、今回の動画はここまでします。じゃあ次回街をいろいろ散策していくよ。バイバイ。